こまでせんで。あ、そういう甘いのはお好きじゃない？あたしはあれよ、そういう人ができてもそんなこと絶対しない。きっとお互いのリズムを尊重していい距離感で素敵なお付き合いですよ。なんら具体的イメージが浮かばんが。まあとにかくお願いね。フルコース腕によりをかけるから。わかった、期待してるぜ。なんとか研修があってお休みだって言ってたよ、総一くん。の、そうだったのか。先生方は半分ぐらい出張されたみたい。そっか、じゃあちょっと外の空気吸ってくる。ゆかりは？自習してます。さすが優等生、俺の分まで頼む。じゃ、だってさ、いきなり店広げられてもさ、うまいかどうかもわかんねえじゃん。お、そこの男前のお兄さん。じゃあそんなに疑うなら試食してもらいましょう。試食。お、そりゃいいね。ママかよ。
口の中が椿でいっぱいになりすぎる。ショックらい高血圧になりそうだ。でも正真正銘南高梅天然塩漬け天日干し、一粒一粒私もくるくる回した手作りの梅干しだよ。しかし甘すぎてあっという間に食べちまったぜ。でしょ。これでご飯を食べるともう幸せで幸せでたまりませんよ。あまりに美味しくて、そう、それはもうパラダイスです。ちょっと違うね、レイリー。何杯でも何杯でも止まらないほどご飯をかき込んでしまう。そう、それは天国は天国でもご飯天国、そう、すなわちパラダイス。いやでも真面目にこれうまい。ほんと俺が今まで人生で食べた中でベスト梅干し。梅干しがこんなうまいとは思わなかった。へえ、本物は違うね。よし、その今開けたのでいいから俺買うよ、おくれ。へい、まいどあり。あ、じゃあこっちの新品を。じゃあ僕も一つもらおうかな。なんかすごい美味しそうだし。あ、おおきに。大粒で綺麗だし悪いものじゃなさそうね。美味しいですよ。この一夜干しはそのまま食べるの？炙るの？この芋はお菓子みたいになってんのかな。これって金柑だよね。どうやって食べるの？あ、はい、これはこっちはそれはユミちゃんの商売が上手なんだよ。いやまさかこんなに売れるとは。お兄ちゃんのおかげです。いや何かお礼しないと。あ、何かお好きなものを持って行ってもらえれば。って言ってもほとんど残ってないし、どうしようじゃあジュースの1本もおごってくれればいいさ。ふみちゃんも何か飲むかい？おごるよ。あ、いいです。遠慮するな。商売繁盛のお祝いだ。あ、遠慮じゃなくて、私には秘密兵器があるんです。ピシャピシャピシャーン！梅ジュース。おお、なるほど、梅干しのサイドメニューか。そう、もちろん自家製です。お、すっげーうまそうじゃないか。あ、飲んでみますか。つまらないものですが、どうぞ。じゃあ、ふみちゃんにもコーラは嫌い？あんまり飲まないから飲む。飲みたいです。
しまった。どうした、ふみちゃん。お姉ちゃんに渡す分の梅干しも売っちゃった。ありゃ。ああ、お姉ちゃんが知ったらひどい目に遭わせられる。お姉ちゃん、お姉ちゃんには私が梅干し持ってきたこと内緒にしてて。わかったなんだあいつ、田舎でも暴力振るってやがんのか。ひどいよ、お姉ちゃん本気になるとひどい。例えばどんな。あのね、例えば電気あんまとか。あいつもその攻撃は鍛え抜かれた18番だったのか。え、あーいや、なんでもない、こっちの話。内緒だよ。わかったわかった、よくわかった。何笑ってるのお兄ちゃん。いや、なんでも。なんだかいやらしい笑いだよ。いや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 、ゆかりさん、そしてお姉ちゃん。お、こんにちは。なに、あたしより総一？まあ疲れてるねちょっとな、ふみちゃん。ういあれあれ、何かあったの。ないしょないしょね、お兄ちゃん。ああ、なによ変なのふみつきちゃんは何を読んでたの。あ、はい、これ。ゆかりだちょっと待ってよ、誰がタヌキですか。でもゆかりお姉ちゃん、タヌキさんかわいいよ。ゆかりお姉ちゃんもかわいい、タヌキさんもかわいい。したがってゆかりお姉ちゃんイコールタヌキさん。万歳。違います。どうしてだ、こんな完璧な理論は聞いたことがないぞ。ふみちゃんはアインシュタインかシュレーディンガーかボリス・ベッカーか。もう、ふみつきちゃんは動物好き？あ、はい。動物は大好きです。将来の夢は看護師さん。関係ないじゃん。そういや、動物で思い出したけど、どん兵衛は元気？あ、うん、元気だよ。お前の家はタヌキまで飼ってるのか？タヌキじゃないよ。どん兵衛ってことは、キツネ？犬。なんてネーミングだ。お前やっぱり、いっぺんネーミング塾かなんかに通え。どん兵衛はおじいちゃん犬だから、おかしくないと思うよ、お兄ちゃん。熊野にはカップラーメンの類は売ってないのか？八田さん
とこのよろず屋に売ってるよね。うん、ちゃんと普通のとカレーのとシーフードのと全部揃ってるよ。全部じゃない、その商品だけ。え、カップラーメンって他にもあるのです？姉妹で担ごうとしてるだろう、俺たちを。みつきちゃん、テレビとかよく見る？あんまり、うん、ほら、うちは自然食派だから加工食品の類はほとんど買わないのね。そういう問題でもないと思うが、まあいいか。どん兵衛はあれかい？千葉とか秋田とか。多分レトリバーとセントバーナードの雑種です。えらい、また洋風な犬に和風の名前をつけたもんだな。違うの、それがね、どん兵衛は野良だったんだけど、私が子供の頃、ふみと一緒にうちの神社の裏山に登って遊んでたら、霧の向こうからゆっくりゆっくり現れて。お前それ神の使いかなんかじゃねえのか？で、もちろん名前なんかわかんないから、ふみがどんべーって言ってみたら、しっぽって寄ってきてくれたの。だからどんべー。いい話だね、心の交流だね。野良犬の生活力を見せつけられただけのような気もするが。お兄ちゃん、お兄ちゃん、うちには猫もいるよ。おう、よし、名前当ててやろう。シンエモン。残念、ハズレ。正解はラッシーです。いや、あのね、その時私ちょっとヨーグルトに凝ってて。ああ、インドの乳酸菌飲料の方か。ってことは白猫か何かかい？ううん、ミケ。顔が綺麗に3等分されてるミケ猫だよ。ほら、お姉ちゃんも将来一緒に暮らす人なんだから、ちゃんと我が家の家族を紹介しておかないと。え、ああ、そうね、ごめん。だから先走りしすぎてると。さて、それじゃあ町へ繰り出しましょうか。あ、お願いします。もう見るもの聞くもの珍しいものだらけで、一体何から手をつけていいのか途方に暮れていたところです。あ、でもおデートの邪魔をしちゃいけないかも。な、別にデートじゃないもん。お、恋人同士の放課後なのに。そういうのはね、あの、土日にするものなの。大丈夫だよ、みつきちゃん。私もね、いっつもお邪魔虫させてもらってるの。おお、本当ですか。お姉ちゃん、変態？なんで？露出狂。違うよ。その毛もちょっとなくはない。私に見せつけて恋の炎を燃やしてるわけね。ボーボーって。ボーボー。うーん、大人の世界は難しい。つまり、ふみつきちゃんも一緒に来た方がいいの。2倍燃え上がるよ、きっと。そうなんですか。それなら行かなくちゃ。倦怠期に悩む2人のために。悩んでないよ。更年期？もっと違う。
もうね、めっちゃラブラブなんだから。こないだなんか腕組んで歩いちゃったね、そいち。ああ。お、じゃあ今組んでみて。ほい。違うの、ふみつきちゃん。ああして冗談もアドリブでぴったり合わせられる、そんなハートコンタクトコンビネーションを見せつけてるのね。おー、大人の世界は素晴らしい。関節が逆だ。うっさい、我慢しろ。できるか。愛を使え。そんな便利なもんじゃねえ。仲いいでしょ。ほんとだ。うひひ、いいな、お姉ちゃん。ふみちゃんはそんなに子供じゃないぜ。ごめんなさい。ふみ、ほら、あんまりキョロキョロしないの。お姉ちゃん、すごいよ。おしゃれだよ。そうか、ふみつきちゃんの近所にはバーガークイーンがないんだね。それでね、お姉ちゃんいつも自慢するの。バーガークイーンは美味しい美味しいって。あれは自慢じゃないわよ。報告してるだけじゃん。というわけで、しっかりしてんじゃないか。ふみつき、あんまりそんなみっともない。いいじゃねえか、そういうキャンペーンなんだから。ふみちゃん、余ってたらお兄ちゃんにも一枚送れ。うん、誰でも。じゃあ俺はいつものポテトを L にしよっと。さつきは？あたしはいい。そういうな、姉貴、足のおごりで。あんたのおごりじゃないって。しょうがないわね。じゃあドリンクの件を。それだけでいいの？いいよ、あたしはあとバーガーぐらいだから。ゆかりお姉ちゃんは10枚ぐらい持ってったよ。え？若者、ゆかりを止めるんだ。え？あいつは常に何らかの理由があって食べざるを得ず仕方なく食べているというシチュエーションを欲している。
り食べていい状況になると際限なく食べちゃうってこと。早く止めなきゃゆかりが胃拡張で死んじゃう。だけどハンバーガーをそんなに一定には食べられないよ。お前はゆかりの恐ろしさを知らん。お待ちどうさま。負けられない。あ、バカ、踏みつき、負けていいんだ、ここは負けろ。ふみ、無茶な注文して残したらお仕置きだからね。大丈夫、私には今全軍の味方が。こうして見てるとこの二人が姉妹みたいだな。ん？そうね。よし、君たち二人のユニットをタヌキ・コダヌキと名付けよう。はーい。誰がタヌキですか？じゃあ、かき食えば鐘が鳴るなり症状自体。憲法？よーし、ふみつきちゃん、こうなったら二人であの悪人総一くんを倒しましょう。こにょ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 。やるわね。そういち、負けてられないわよ。ああ、はいはい、じゃあプリティフォックス&テンダーライオンな。あ、フォックスはオスギツネですよ。ん、さすがタヌキ、キツネに詳しいな。英語が得意だなとか普通に褒めてくださいよ。なんでカレーなんだ？だってキツネにタヌキとくれば次はカレーぐらいでしょ。それとも何？ニシンとか月見とかがいい？それもやだよ。カレーいいな。ほら見ろ、カレー大好き正義イエローが黙っちゃいないぞ。
ないわね。キツネキツネ、じゃあキツネうどん。そうだ、俺たちは超正義戦隊正義マンじゃないか。それで行こう、レッド。いいわよ、ブラック。裏切ったイエローをいてこますのね。目を覚まさせるとか、なるべく穏便な解決を思考しようぜ。俺たちはヒーローだからさ。正義マン、いいな。お、ホダヌキも興味を示しているぞ。どうする、リーダー。しょうがないわね。じゃあフミは特別にホワイト。お姉さんリーダーなの？もちのロン。頼んない。なに？お兄ちゃんの方が絶対いいよ。フミちゃん見る目あるな。でもね、コダヌキ、ブラックは毎日のようにネットに投げ飛ばされてるの。え？正義マン、オソルルに足らず。よし、行くのだ、コダヌキ。必殺技を使う。よっしゃー、バッチ来い。必殺。おっ！あっ！タイヤあたり！タイヤあたり！正義ブラック大ピンチ！もう！ちょっと踏みつき、もういいからやめなさいってば。もうお姉ちゃん焼いてますね。焼いてない。コダヌキ、コダヌキ、聞かねる、聞かねる。いやいや、タヌキ姉貴、ここでダメージを与えなければ。体当たり、体当たり。おお、身動きが取れん。なんて必殺技だ。こら、ソイチ、いい加減にしなさい。俺は何もしてないぞ。何もしてないからダメなんです。離れなさい。えいえいえい。おお、抵抗でき。バカ、何バカやってんの。バカ、ソイチのバカ。ソイチくん、いい加減にしなさい。たぬき様、参りました。こら、最強。ははは、こだぬき様、最強でございます。おお、最強。な
んだかフラフラと来ちゃったね。定番に。ここいつも来てるしね。我ながらアイデアないな。いきなりだったからな。バカなことやってずにバーガークイーンでちゃんと作戦立てりゃよかったな。あ、でも総一くん、7階のスイーツゾーンなら。おお、そうだ、あそこなら世界の名店が揃ってるからきっと喜ぶだろう。とか言ってゆかり、あんた行きたいだけでしょ。ひっくり。おいおい、さっきあれだけ食べ、別腹ですか。はい、全然大丈夫マックス。じゃあまあ、サラサラっと CD のコーナーでも見てお茶にするか。で、フミはどこだ。あれ、お兄ちゃん。どうしたフミ。本が、ご本が。ああ。はい、お兄ちゃん、これゆかりお姉ちゃん、これ姉貴。あ、お姉ちゃんこれいらない。お前な、せっかくふみちゃんが。姉貴、姉貴の好きな値段のいっぱい書いてある本なのに。私には関係ない値段が多いしね。そんなことないだろう。ほらこれ見ろ、スウェーデン製のフリーザーが安いぞ。バカね、フリーザーはクルス川の業務用に決まってんじゃん。扉ステンじゃないのなんか使ってらんないわよ、素人じゃあるまいし。さん丸出しじゃない。おのぼりさんだもん。お姉ちゃん、パソコン買って。あんた何よ、もうやぶからぼうに。うちにあるでしょ、ちゃんと。だって友達みんななんか薄いのとかちっちゃいのとかかっちょいいの持ってるんだもん。
うちのパソコンごっついし、ワープロしかできないし、こないだみなべのおばさんが来た時に笑われちゃったよ。おばさん新しいもの好きだから、自分ちょっとネット始めたからって自慢したいだけなのよ。いいの、うちはあれで文楽くんで。ちょっと待てい、文楽くんはワープロ専用機です、パソコンじゃないです。てかネット始める始めないとかいつの時代の話をしてるんだ。わかってるか、今は21世紀だぞ。うちはほらシンプルライフを実践してるのね。神社だからね。理由になってない気がするが。でも確かに神主さんが祝詞をあげるときにパソコンのスピーカーから BGM が流れるとありがたみ 50% 受けんだね。まあそれもそうだが。だからパソコンはお父さんがずっと使ってるもん。だからパソコンじゃないと。おお、そうだ、こいつならどうだ。さつき、ちょっと無理すれば買ってあげられるぞ。もう一押しだ。姉貴姉貴、姉貴がいつも送ってくれるなんか珍味の類を 2,3 回スキップすれば買えますぜ、きっと。バカ、あれはあんたに送ってるんじゃなくて家族みんなにじゃない。そうね、やっぱ甘やかすのは良くないわ。1キュッパならそれこそ頑張れば自分で買えるじゃない。バイトなさい、バイト。農協のバイトきついんだもん。ふみつきちゃんの近くのバイトってどんなものなの？あのね、炭の重さ測りとかね、椎茸の袋詰めとかね、あ、冬はみかん系がいろいろあるんだけど。確かに大変そうだね。みかん系結構きついのよ、あれが。またさつきちゃんもやってたの？バイトっていうか、みかん畑って山の上の方まであるから収穫結局人手になっちゃうのよ。近所とか親戚の親戚とかに呼ばれて、みんなで西へ東へ。みかん労働は紀伊半島の冬の風物詩。ほほう、手が黄色くなっちゃうんだよね。どころか顔が黄色くなるよね、食べ過ぎるとね。いいな、おみかんがいっぱい食べられて。子供の頃はバカだったから、それにつられて喜んでやってたな。ハイキングみたいだったね、お弁当広げて。えらく楽しそうだな。私たちが行くような時は半分レクリエーションだったのかな。お酒入って歌い出すおじさんもいたよね。あ、そうだったのかも。みんなで手拍子とかしたね。収穫祭みたいだね。そんな楽しそうなバイトならしてみたいよ。バイトとしちゃ下の下だよ。下手すると現物支給だもん。箱で規格外と傷物。そりゃ親戚とか知り合いだからだろ。フフフ。
それにお姉ちゃんいつもみかんくすねて集めてたじゃない。くすねるとは人聞きの悪い。落ちてるものは持ってっていいって言うから綺麗なの集めてただけじゃん。報酬で現物をもらうのに、なんでまた現物を集めてるんだ。そりゃあなた、食品は自分で選ばないと。懐かしいな。また冬はみかん行こうかな。あ、そうだ、お姉ちゃん、お姉ちゃんがこれ買ってもらえばいいんだよ。あ、どうして。だってほら、お兄ちゃんと愛の長文メールの交換が。うひひ。あ、なんで私が総一と。え、そう、あ、私もう持ってるからパソコン。あ、そうだったんだ。やっぱりバイトして買ったの。いや、押収品、あい、いや、そう、バイト。お姉ちゃん頑張ってるね。もちろん。お兄ちゃんすいませんね、うちの姉が毎晩毎晩ご迷惑を。いや大丈夫だ。さつきの愛のメールなど、私好き、あなた好き、うふとかその程度だから2秒ぐらいで読める。ちょ、それでね、総一から帰ってくるのは和歌なのね。なよなよ、ビヨビヨした恋の歌だから2秒で読める。おお、なんと文化的な。例えばどんな。あ、なんだっけ、総一。代表作は、あーさつき、さつき、さつき、あーさつき。おラ、ラブラブでしょ。うん、あふれてる。短い文章の中に愛があふれてるよ。そうよ。熱い思いってのは言葉で表すもんじゃなくてね。ね、総一。だらだらメール打ってる暇があったら直接会って抱きしめろってことだ。うひょー、男らしい。そうだよ、お兄ちゃん男らしいよ。なるほど、それなら二人の間にはパソコンなどいりませんな。そうさ、パソコンなんかなくったって愛もできる、恋もできる、生きていけるのさ。そうそう、ふみも早く恋の歌を交換するような相手を見つけなきゃね。いやいや、ここのところは兄貴に乾杯、いや乾杯としておきましょう。でもダーリン、これ2台買ってお揃いっていうのもいいかも。ラブパソ。いや、今俺の壁紙にお前がお玉をエクスカリバーみたいに構えてる勇士でいっぱいだから、それでいいよ。余計なお金使うのはエコじゃないし。私も帰ったらあんたの顔タイルにして貼る。湯上がりにビキニパンツ1枚のセクシーショットを送ろうか。真っ赤なバラも加えて。顔だけでいい。あまりかっこいいとずっと壁紙に見とれちゃうから。
いやはやいやはや、暑い暑い。ここだけギニアですね。小さなツッコミを一つだけ入れていいですか？